長崎県警は2日、同県諫早市、無職の男、75名誉毀損、容疑で逮捕した。捜査関係者によると、男は1985年、指定暴力団山口組の竹中正久4代目組長ら3人を射殺した疑いで指名手配されていた人物だという。射殺事件は時効が成立している。発表によると、男は今年2月下旬、同県松浦市の飲食店で、当時30歳代だった知人男性について、正月明けから連日はしゃいでいる、などと虚偽を書いた複数の文書を客らに配り、男性の名誉を傷つけた疑い。男性はすでに死亡しているが、関係者が告訴していた。県警は男の認否を明らかにしていない。射殺事件は85年1月26日夜に発生した。山口組と対立して分裂した一和会系組員らが大阪府吹田市で竹中組長らを襲撃して殺害。事件を機に山一抗争と呼ばれる双方の抗争が各地で激化し、87年までに警察官や市民も含む多くの死傷者を出した。男は事件に関わったとして警察庁が公開手配していた。捜査関係者は取材に、今後事件について任意で事情を聞くことはできるとしている。こちらの記事の逮捕されたのは後藤英二さんではないかとの声も出ている。